洞窟洞窟とは地中にある一定の大きさの空間。ホラー穴とも言う。一般には地下空間の内人間が入ることが可能なものを言い、洞口の長径が奥行きよりも小さければ、ホラ町2メートル程度でも洞窟と呼ばれる。水平方向に伸びている横穴や井戸上に開口している縦穴などがある。通常、道内空間は大気で満たされている。 内部の気温は一般に洞窟がある外部の平均気温になり、内部は外部と比べると夏は涼しく、冬は暖かい。また地中であることも含め一般に湿度が高い。道口部では日光が差し込むこともあるが、氷河道、設計道などを除いて奥部は完全な暗黒となる。道内空間が地下水、海水、堆積物で満たされている洞窟もある。 完全に水没している洞窟は水中洞窟。特に海面下に沈んだものは沈水洞窟と呼ばれる。講義には自然洞窟だけでなく人工洞窟や根性洞窟を含む。アラバマ洞窟講義の洞窟は自然洞窟、人工洞窟、根性洞窟に分けられる。自然洞窟は火山洞窟、侵食洞窟、養殖洞窟、構造洞窟に分類される。 人工洞窟には、シェルター、トンネル、行動などがある。自然洞窟と人工洞窟の両方の部分からなるもので、鉱材行動と自然洞窟の連結洞窟などがある。主作用によって次のように分けられるが、実際には複数の作用が組み合わさっていることが多い。エジプトルーセットオ,オコウモリ洞窟には、外界では目にしない特殊な生物が見られることがある。まとめて、 洞結生物ということもある。その性質から大きく以下の二つに分かれる。洞窟は、信仰、祭祀、修行の場、住居、墓地、栽培養殖場、教室、貯蔵庫、醸成庫、洞窟治療所などとして利用されている。洞窟は古くから人間に利用されてきた。文明が発達する以前から、天然の洞窟は往々にして、人の住居となっていた。 主として道口に休息の場を求めたと考えられる。隠れ場所としては優れているが人は余命が効かないから奥部までを利用したものではなかったであろう。例外的にアメリカやヨーロッパの洞窟でミネラルの採取や原子宗教目的での壁画等の作成のために奥深くまで入った例が知られている。洞窟を古来住居や軍事、採取等に利用した例は多い。 文明が発達した後も中国のかまどなどのように人工的に洞窟を掘り利用していることがある。それ以外にも様々なものを格納し保存する場所、またゴミ捨て場としても使われた。洞窟内の温度、湿度は一定しているため農産物などの保存、ワインの醸成場、キノコの栽培場、氷室等に利用されている例がある。また、 ハンガリーやイタリアなどの温水が湧く、カルスト地域では浴場として利用されている洞窟がある。また呼吸器系疾患の治療に利用されている洞窟もある。洞窟内の湧水や昇乳石、洞窟堆積物も,も資源として利用されている。その他、洞窟は観光資源としても利用されていたり、学術研究やスポーツでの洞窟探検の場にもなっている。 日本では洞窟内に神仏を祀った例が各地に見られ洞窟そのものをご神体とする例も多い。文化的には洞窟は死後の世界や異世界への入り口とみなされた例が多い。イザナギの巫事がイザナミの巫事を求めて光線の国へと行ったのも地下へ続く洞窟を通ってである。琉球地方ではかつて仙骨後の追悼のために石灰岩の 小さなホラー穴が利用されていた。同時に、洞窟は、危険なものでもある。奥は、闇で何も見えず、行方不明になりやすく、縦穴に落ちる可能性もある。また、危険な獣が住み着いている場合もある。中国では、トラホラー穴に住むものとされ、ついでに、妖怪や魔物も、洞窟をねぐらとする。日本にも怪奇伝説のある洞窟は多い。また、 英雄の冒険は往々にして、洞窟を探検し、猛獣や魔物を退治する。いわゆるロールプレイングゲームにおけるダンジョンはこれを模した、ものである。北石灰岩アルプス山脈にある、コルクブレイザーモンスター洞窟の地図、アメリカ合衆国アリゾナ州にある、グランドガルチ銅山の見取り図スロバキアの世界遺産、バンスカーシチャブニツァ鉱山都市の見取り図、洞窟探検入門白水車他より、 総延長ランキングワールズ、ロンゲストケーブスコンパイルドバイ、ボブグルデンマーチ15、2010、日本洞窟学会公式データではない。中川寛一ほか、素晴らしき地底の世界、1982、日本テレビ放送網株式会社、山口ケービングクラブ、秋吉台の洞窟目録と、即図、1996より、日本洞窟学会公式データではない。 日本洞窟学会公式データではない。日本洞窟学会公式データではない。ありがとうございます。